そして舞台は鈴鹿南コース。ミニサーキットのため前に出た方が有利というハンデはあるが、2台の走りの姿勢をノーカットでじっくり観察してほしい。なおインカーの映像はマルチアングルのコーナーでご覧ください。勝負ではシビック R、 タイムではインディアールが勝った。ここではね、多分ね、コンマ 2,3 秒こっちの方が早いんじゃないかな、同じ条件で。ただそのもうバトルでやった通り、スタートにシビックが先行かれちゃったらもう抜けるほどの差はない、ね、ついてはいけるけども、そのインテとそのシビックが、まあ、コンマ2秒3秒なんですけど、インテはちょっと早いじゃないですか、うん、その辺のさじ加減がね、すごく微妙でうまいこと言ってるなと思うんですよね。だからそれはエンジンのパワーのマックスパワーの若干差と重量と、あれかミッションの、あとそうですね、クロスレシオ、僕ちょっと今乗ってないですけど、ブレーキがね少しあのフロント ABS ついてるんですけど、ロックしてアンダーが出る、それ2周目つらいだろ、これそうなんですよ。だからちょっとその辺がブレンボーの方がやっぱり差がついていいんじゃないかな、うん、ブレーキはね、やっぱりね、さっきまでシビック乗ってこれ乗ったけど、こっちの方がいいわ、やっぱブレーキ。でもそんな大きな差じゃない、ブレーキが1ってそんな差じゃない。だから逆にこの選ぶ人はね、悩むかもしれない。で、これ悩むのはね、僕はいい意味の悩みだと思うからね、よく考えて、このほとんど差のないインテとシビック選んでほしいなと思います。